能楽。今からおよそ650年前に日本に古くから伝わる歌謡舞、音楽などのさまざまな要素を組み合わせ作られた舞台芸術。その能楽に欠かせない重要なもの、それが能面である。そして能面をはじめ狂言で使用される狂言面など伝統的な面を作り上げる職人を面打ち師という。東京都羽村市、都心から西へおよそ45キロ、市内には多摩川が流れ、国の史跡に指定されている江戸時代に開削された多摩川上水の取り入れ口のある町として知られている。ここに伝統文化を受け継ぐ一人の若者がいる。面打ち師新井達也、27歳。新井さんは1982年東京都羽村市生まれ。子供の頃、春祭りでつけたお面に強い興味を抱き、6歳の時、後に師匠となる面打ちの大家長沢宇治春氏と出会った。長沢氏の個展で能面を食い入るように見つめる幼い新井さんの姿に長沢先生が関心を抱いたのだ。この時から新井さんの面打ち師としての人生が始まった。その頃の子供だと、はい、お面だとウルトラマンだったりとか、はい、よく夜店でね、はい、売ってたりしますよね、ええ、そういうものには興味なかった。そういうのはあんまりなくて、そういうお面の類でもやっぱりおかめひょっとこみたいなのを、買ってもらってましたね。どういう、はい、いうとこがそこにそういうの惹かれたんでしょう。そういう例えばこうちょっと日本的なもんですよね、ええ、まあそうです、まあ、好きだったっていうことは確かだと思うんですけど、はい、長沢先生に出会った直後、6歳で初めて面を打つ。親戚から桐の木をもらい、父親の日曜大工道具などで技法書や資料を見ながら彫ったものである。その後のみやなたを用い本格的に彫るようになり、長沢先生からも直接指導を仰ぐこととなった。だからもうほとんどとにかく仕事場の様子で、その姿っていうかやってる感じでもって、なんかこう自分なりに意識してやってきたっていうような、はい、学校で教わるみたいにこう全部教わってしまうとどうしても身につきにくいっていうのがなんかあるのかなっていうふうなことは感じることも多いです。能面に使用する木材はヒノキ。ヒノキは硬からず柔らかからず一番彫りやすいという。能面に合わせた大きさに角材を切り出し、面型の輪郭線を描いていく。型紙を当て出来上がりを想像しながら余分な部分をナタで割る。そしてノコギリで輪郭線を落としていく。余分な部分を落としたら、のみで鼻、顎、額など顔の立体的な部分を彫り出す。古くから伝わる能面の写真や実物を参考にしながら、時間をかけ徐々に人の顔に彫り上げていく。顔の繊細な起伏を再現するために常に立体的にさまざまな角度からの見た目を想像し、そして確認しながらの慎重な作業が続く。6歳から学業と両立しながら、長沢先生の言葉では伝えきれない技を習得してきた。ところが2003年、師匠の長沢先生が他界。新井さんが20歳の時のことだった。しかし死を失った若き弟子は22歳の若さで快挙を成し遂げたのである。日本の伝統文化を受け継ぐ若き面打ち師新井達也。面打ち師とは、
能や狂言で用いる面を作り上げる伝統職人のことである。新井さんは6歳の時、面打ちの大家長沢宇治春氏に出会い、以後長沢先生の下で面打ち師として研鑽を積んできた。ところが2003年、新井さんが20歳の時、長沢先生が他界。そして先生の意思を受け継ぎ、覚悟を決めて打ったのがこの能面だ。これは万尾と呼ばれる能面で、品位と妖艶さを併せ持つとても手のかかる作品だ。新井さんはこの能面で文部科学大臣奨励賞を史上最年少で受賞した。これは新井さんはこの時とても重要な能面の制作依頼を受けていた。例えばこの鼻の頭が擦れてるところとか、ここはこうなってるとか、はい、こういったのはそのまま映すということはよくやるでしょ。そうですね、はい、うん、じゃあ要するにこれの写しをお願いしたい、はい、頑張ってみたいと思いますけども、はい、はい、換気図版たの依頼者は能楽コンパル流宗家コンパル康明氏。能楽して方コンパル流は能においてして方と呼ばれる主役を演じる能楽師の流派である。現在コンパル康明氏で80代目を数える。依頼を受けたのは翌年の2月に開催される式能で、コンパル氏がつける能面だった。式能とは能狂言など古式にのっとり催される伝統のある舞台である。コンパル氏はこの式能において翁役を務める。して方翁の能面だけに、新井さんにとって一世一代と言ってもいい重要な面打ちとなる。新井さんが今回作る翁の能面は白式城と呼ばれ、聖徳太子作といわれるコンパル家に代々伝わる、とても貴重な能面をもとに再現する。元となる能面は本面と呼ばれ、そのほとんどが桃山期までに作られたものを指す。それをもとに作られたものを写しと呼び、能面の制作は本面を徹底して写すことにある。しかし面打ち師の感性が加わり、より魅力的なものに仕上げることもできる。本面は貴重なものだけに持ち出すことができない。そのため各部分を詳細に採寸し持ち帰る。面打ち師が優れた能面を作り上げ、能楽師がそれに魂を込める。翁の能面作りが進んでいた。作業は荒彫りから中彫りという工程にかかっていた。のみを使い丁寧に顔を彫っていく。参考にするのは能面の写真と採寸した型紙。本面の写しであるものの、一頭ごとに長年培ってきた新井さんの感性が注がれる。一掘り進むにつれ、翁の顔に表情が浮かび上がってくる。掘りの作業は終わりに近づいていた。翁の表情には欠かせないシワを丁寧に掘り込む。一掘り一掘りに全身全霊を傾ける。力の加減や刃の角度を誤ってしまえば、作品としての完成を見ることはない。師匠のホルテの微妙な動きを注視し、月日をかけ得た技術、そこに新井さん独自の技感性が加わり仕上がっていく。日本の伝統文化を受け継ぐ若き面打ち、新井達也。面打ちとは能や狂言で用いる面を作り上げる伝統職人のことである。東京都羽村市、ここに
一人の若き面打ち師がいる。新井さんは6歳の時、師匠長沢宇治春氏に出会い、以後先生のもとで面打ち師として研鑽を積んできた。現在取り組んでいるのは、2月に開催される式能という伝統ある舞台で使用される翁の能面である。依頼者は能楽コンパル流宗家コンパル康明氏。コンパル流は宗家80代を数える能楽師の流派である。まあ、特にこれなんかの翁っていうもので、やっぱり神様のこれすごい神聖な演目に使うものですので、そういう意味ではすごく特別な気持ちがあります。今回再現する能面は白式場と呼ばれ、聖徳太子作とも伝えられているコンパル家に代々伝わるとても貴重な能面だ。年が明け、作業は最終工程へ。彫りが終わると、そこには見事な翁の表情があった。若き面打ち師により能面に徐々に命が注がれていく。仕上げの工程、彩色、毛書きを行う。大きな木目のボコボコとか、はい、彫り跡がありますんで、それをこの塗料を塗って磨くことによって、こう平らに滑らかにして地を作り、その上からこう色を施していくっていう、そういう作業です。表面に胡粉と呼ばれる貝殻を粉状にしたものを煮皮で溶き、それを筆で擦り込むように細部にわたり丁寧に塗っていく。全体をまんべんなく塗らないと白いきれいな肌には仕上がらない。木目が見えなくなるまで何度もこの工程を繰り返す。この地道な工程が仕上がりの完成度を高める。下地塗りが終了し、能面には古色が施されていた。古色とは、すすなどを水で溶き布で染み込ませていくこと。もやがかかるように塗り、竹べらなどで傷をつけ、古びた雰囲気を醸し出す。そしていよいよ最終仕上げだ。はっきりした色がこう入るので、特にまあ緊張するところでもあるんですけど、ある程度古色が能面に馴染んできたら細部の色付けが行われる。まず黒くしたい部分は墨を使う。極細の筆で繊細な線が入れられる。次は紙の部分に墨を入れる。赤くしたい部分には朱を入れる。朱に貝殻を砕いた胡粉、煮皮を混ぜる。わずか6歳で師匠と出会い、それから今日まで技術の習得と伝統の継承に前例を傾けてきた。そして今、新井さんがこれまで世に送り出してきた作品をも超える能面が完成する。日本の伝統文化を受け継ぐ若き面打ち師、新井達也。面打ち師、能や狂言などで用いる面を打つ伝統職人である。現在新井さんは国立能楽堂で開催される伝統ある舞台式能で使用される面打ちに前例を傾けていた。
依頼者は能楽コンパル流宗家コンパル康明氏。コンパル流は宗家80代を数える能楽師の流派である。コンパル氏は今回の式能で翁の役を務める。その大事な舞台で着用される能面の制作を依頼されたのだ。その能面は白式帖と呼ばれ、聖徳太子作とも言われ、コンパル家に代々伝わる門外不出の貴重な能面だ。数ヶ月かけ彫り、彩色の工程が終わった。あ、それがヒゲです。はい、ヒゲです。これから植え込む馬の尻尾です。これは、はい、あ、馬の尻尾。はい。この後ヒゲなどを取り付け、最終の微調整を施し完成となる。この日ついに新井さんが全てを注ぎ作り上げた作品が完成した。まあ、こういう感じで、はい、大きな白式帖、素晴らしい仕上がりである。まるで何百年の時を超え蘇ったようだ。元になるものを忠実に再現しながら、現代の銘打ち師である新井さんの感性が注がれている。依頼したコンパル氏はこの能面をどのように評価するのだろうか。いいですね、これ袋も沖縄狩衣のイメージの一応、はい、速攻でよろしくお願いします。はい、いいんじゃないですか、うん、これ、はい、うん、目も鼻もよく見える、はい、だから私の希望に合います、はい、うん、こういう具合ですよ。ま、遠くから乗ってない、遠くから見るのが勝負ですから、うん、はい、合格というような、ええ、まあ大体多分合格だろうと思わなければお願いできませんからね。まあ公式のバシッとした回で使えますよこれは、はい、うん、もう使えてなんぼですから、はい、2つの能面が今時代を超越する、そして新たに生き続けていく。新井さんの能面に能楽師コンパル康明氏によって魂が注がれ、舞台上でさまざまな表情を見せている。いかがでしたか。まあ、普通に大きながいるなっていう感じで拝見しました。精一杯やったので一応いいかなという気分があります。平成の世に若き銘打ち師によって作られた白式帖、この能面も代々受け継がれることだろう。作品としてはやっぱり、まあ、なんでしょう、古いいいものをちゃんと古典から学んで自分なりの創作というか、いずれはそういう方向までいけたらいいなっていうふうに思ってますけど。明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。